人間と仙人の決死の劉備たちからの伝言を預かってきた。城が包囲されるのは時間の問題。脱出するなら今しかないが、どうするのだ。敵本体は未だ南にある。まずは北の砦により敵前衛を迎撃。敵がひるんだ隙に西より撤退を図る。ここを私が撃ち取る。敵は大軍。砦を守る加工派と合流できなければ我らに勝ち目はない。身の程を知るがいい。あの砦にもすでに敵が押し寄せているようだ。急いだ方がよかろう。息子、あと少し持ちこたえてくれよ。いけません。いいですわ、我が君。今のところアレスが動く気配はない。だが奴は父上の力を手に入れている。戦いになれば相当の被害を覚悟せねばなるまい。加工派、よくぞ砦を死守した。状況はどうだ。いや、ここは攻め口が一つしかないんで、どうにか防ぎ止めてるってところです。攻めがたく守りやすい砦とは都合がいい。寄せての戦力を削り撤退の機を伺うとしよう。ならば私も力を貸そう。さすがですね。私も勇気が湧いてきます。よう息子、よく粘ったじゃねえか。さすがは俺のせがりだぜ。いやいやいや、任せすぎだって。もうダメかと思ったよ。俺が行くしかねえ。勝負だ。そういや、今まで言いそびれてたけど、息子が世話になったみたいだな。ありがとうよ。いえ、私はただ加工派さんがさまよっていたところを偶然見つけただけです。むしろお礼を言うべきなのはこちらの方です。たくさん守っていただきましたから。命が惜しけりゃ獲物を置いてきな。今日はこれぐらいで勘弁してやろう。敵の攻勢が止んだようだ。西への道が開けた。これより撤退を開始する。ああ、素晴らしいお働き。あなたとの戦、癖になりそうですわ。俺は源の義経。いかなる敵も止めてみせる。私が出よう。俺が遅れを取るとは。行くぞ。我らの前に道は開かれた。それじゃあ、あれ、西へ逃げてくださいとは思わんばかり。いやいやいや、さすがに考えすぎだよな。悪いが、ここでゆっくりしていってもらうよ。まあ、やっぱりか。うまくいきすぎてる気はしてたんだ。これ以上頑張られると困るんだね。悪いけど、ちょっと本気を出すよ。我々を逃がす気はないらしい。そこまでして何。さすがですね。私も勇気が湧いてきます。西への逃走は完全に読まれていたが、このまま逃げ切れるのだろうか。第2、第3の伏兵があると見るべき。進路を変え、南より撤退を図る。いずれにしろ、油断はできん。敵の追撃をしのいでいるように見えるけど、実際のってどうなんだ。なんだか敵に誘い込まれているような、そんな気がします。幾度攻められ叩きのめされようと諦め。
やめることを知らず歯向かうかさ。やはり人間は愚かで弱い。絶対的な力で支配することこそ奴らのためなの。随分遅かったな。軽能な怪物を従わせる私の身にもなってくれ。ほら怪物ども、せめて命令通りに動くんだ。さっさと奴らを叩き潰せ。追っ手の到来は予想していたが、紹介怪物どもの大将がよく似合っている。この正直をバカにするのか。我らの力を示すのだ。私の踏み台になるがいい。私たちから逃げる術などないのに、彼らはなぜまだ抵抗するのだろう。愚かな人間どもに教えてやろう。絶対的な力の差をな。アレスが動いた。退路を塞ぐつもりか。待て、またも神の力で弱き人間を守ろうという。いや、人間の強さならよく知っている。お前たちが来るまで退路を守るというだけだ。言ってくれる。さっさと周囲の敵を片付け、アテナを援護する。よし、我々も急ぐ。脱出路へ向かうぞ。砕け散れ。素晴らしいですね。いや、見てて惚れ惚れしますよ。素晴らしいお働き。あなたとの戦、癖になりそうですわ。素晴らしいですね。いや、見てて惚れ惚れしますよ。さすがですね。私も勇気が湧いてきます。アレス、世を滑るなどと本気で言っているのか。そう、俺はオーディンと共に絶対神となる。父上のように人間と馴れ合う神など害でしかない。アテナ殿、ご無事ですか。ああ、怪物どもが片付いたようだ。私が出よう。結局神様からは逃げられない。俺たち、何の気持ち悪れとかって。ここまではな。だが、最後に奴らは思い知るの。人間は、思っているほど弱くも愚かでもない。まさか、初めからアレスと戦う気だったのか。最後に策を覆してやろうと。まったく人間とは。なんとか逃げ切ったか。いや、今度こそダメかと思いましたけど、アテナ殿のおかげですね。皆さん、ご無事に戻っていらして何よりです。よっしゃ、さすが